岐阜の山、やはり美しいですよね。私にとってこれはすごく岐阜らしい景色です。そして人生で初めて夏のスキー場を見ました。面白いですよね、雪がなくて。はい、ここは岐阜県の高山市です。なかなかいい天気ですよね。皆さんこんにちは、アリョーナとアーニャです。はい、今日はですね、どこからお伝えするかと言ってますと言いますとですね、岐阜県の高山です。ただこの橋がね、で実は時間が全く持ってないので、もう30分だけ歩いてバッとあのバスターミナルに戻ってですね、白川郷に行くので、まあどれぐらい今日動画撮れるかわからないんですけど、まあなるべくね見せれるもんだけ見せようかなと思って、はい、今ちょっと撮っています。で、あとなんか飛騨牛マーニャはね食べれないよね、今牛がね。そう、今日はちょっと牛食べれないかな。そう、残念。まあなんか私だけでもちょっと食べてみようかなっていうところですが、あの飛騨牛の串とかなんか肉まんとかいろいろ売ってるので、あとソフトクリームとかね、いろいろ食べ歩きできるのもあるので、ちょっと、ね、で楽しみね。そうで、あとね暑いよね、やばい。もうほんとやばい。私も今足で汗まみれなんですよ。すごい、いい素材のワンピース着てて暑くないはずなんだけどめっちゃ暑い。マスクも暑い。でも今日人多いので、まあんまりマスク外すっていうのはね、うん、難しいので、はい、外さないです。で、後ろ橋が綺麗ですよね。結構まあ外れちゃった。まあ高山といえばここだよね、川とこの橋ね。で、古町並みもね素晴らしいので、それもちょっとお見せしようと思います。はい、はい、あ、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。暑いね、暑いね。はい、夏の暑い日でですね、まあまあ人もいましたが、これはですね朝の10時くらいの時ですが、すでに人が結構います。まあ土曜日ということでですね、みんなおそらくお出かけとかしています。で、ここはちょっと市場やってますよね、川沿いで。川で遊んでる人もいます。はい、そしてこれは市場の様子です。なかなか可愛らしいですよね。いろんなもの売ってました。確かにここはサルボボ売ってましたよね。今見ると買えばよかったなって思います。この辺は私が高山で一番好きな場所です。まあ、多分もともと川とか橋とかが好きでですね、建物とかでいい場所でした。一番大きな通りは人でいっぱいでしたが、この辺はもう人がいなかったですよね。高山の、まあ、古い町並みが残っているところはねこんな感じでしたが、あの食べ歩きしている方非常に多かったですよね。まあ、いろんなね有名なものだったりとか名物だったり、あと飛騨牛のグルメだったりとかね、あとアイスとか、暑い日だったんでね。でもやはりこの町は非常に美しいなと思いました。暑い？どう？暑いね。もう冷やしタオル使わないと結構厳しい感じ。使ってるんだ。でもそうだよ私も使いたい。あと人が多いからちょっと心配になってきた。そうだよね。まあ次のちょっと人の少ない通りに行こうか。まあね。こういう感じ。ねここそう、どう？私的には結構懐かしいところだから。昔来てたよね。そうだね、なんか昔友達と一緒に来てて、今すごい、あ、もう思い出思い出のところだね私も本当に昔、しかも同じく一人じゃなくて団体で来てたから、大学の友達とかとね。何年ぶり？アニャは何年ぶり？ここ。私は2014年だった。確かに。じゃあ6年ぶりかな。ああ、じゃあ私もそうだよ。あ、同じか。そう、同じ2014の夏だった。そう、私あの時まだ日本に住んでなかったけど、初めて日本に来た時なので、すごい、それで岐阜なんだよね。それで岐阜だよま
そのボランティアとして生きてて、ここに、まあ、回ろうみたいな感じになってて、一緒にみんなと行ってた感じ。いいね、まあ、ここ回らないのは絶対もったいないよね。そうだね、綺麗だね、本当に。今暑い、なんか本当にアイスとかでもなんか食べたいよね。そうだね、アイス食べに行こう。食べに行こう、時間ないけど最後にアイスだけでも食べて。そうだね、大丈夫。うん、なんとか間に合う。まあ最悪タクシーでも乗ろっか。まあまあまあ。はい、で今こうやって歩いてますけど、もう暑さがねすごいんですよ。でもまあ街が綺麗だし、なんか人力車も結構走ってるね。乗ったことある？あ、乗ったことある一回。どこで？京都で乗った。あ、京都じゃない。奈良。奈良か。じゃあ関西で乗ったんだね。そうだね。え、あれおなしは乗ったことある？私軽井沢でなぜか乗ったことある。いいじゃん軽井沢。軽井沢はね、夏涼しい街だから逆にもう軽井沢に今からでも行きたいね。ああ確かに、昨日上高地結構涼しかったからいいなと思ってた。上高地は涼しかったけど高山涼しくないね。まあまあまあ。これから行くところは涼しいのかな。高山今どうなんだろうね。そうね、暑そう。なんか京都そこまではね高くなかったよね確かね。だよね、600メートルぐらい。そうだね、じゃあ暑いかも。暑いかな。暑いかも。じゃあなんかアイスでも買おう。やっぱりだよね、必要。でもしよう。すごい慣れてる。あ、めっちゃいいもの。やっぱ助かるよね、肌が少しなんか冷えるもんね。うん、そうだね。私も買えばよかった、次から買おう。もう今の季節にねどっか行くってなればね。そうね、ごめんね、1個しか持っていけなくて。全然全然。ちょうど終わりの1個。薬局あれば、そう、薬局あれば買っとく。そうだね。はい、飛騨牛の串をね買いましたけど、あのバスまであと10分で、で結構ギリギリの時間なので、まあとりあえずバス停には戻ろうかなと思います。ダッシュダッシュダッシュでダッシュ。2本買いました。はい、結局のところはですね、バスはちゃんと無事に間に合うことができました。ただお肉を食べる時間がなかったので仕方がなくですね、まあ、こうやってね綺麗にバス食べることになりました。ちなみにこの映像はどうやって撮ったかというとですね、まあ、これは非常に大変ですが、もう YouTuber の裏技で頑張って撮りました。はい、でお肉はね美味しかったです。まあやはりそういうねブランドの牛とかはね普通の牛と違って、私もねまあ味覚が多分ちょっと鈍感なところもあるかもしれないんですけど、まあ違いはやはり分かります。なんか柔らかいとかそんな感じの違いは結構ありますね。でずっとこうやって食べててね、とても美味しかったです。まあ顔で美味しさが伝わってるかどうかはねちょっとわからないんですけれども、ちなみにこのバスは白川郷に向かっているバスです。今回はですね、高山で遊んだ時間は残念ながら長くなくてですね、白川郷に行く前とその後でだいたい50分ずつでですね、本当にダッシュダッシュでっていう感じでしたが、まあ飛騨牛だけはちょっと食べておきたいなと思っていたので、まあこういう風にね食べることになりました。ちなみに白川郷の動画もありますので、まだの方はぜひ見てみてくださいね。はい、残りはあと少しですが、こうやって最後に残った分のお肉をね串から取るのは大変ですよね。はい、よくできました。5時間後。はい、ということで今白川郷からも高山に戻ってきましたですね、まあ、40〜50分ぐらいしかねないんですが、まあ、少しだけでも見ようかなと思います。今人がだいぶ減って、でさ、あの暑いのもだいぶ控えめになったので、あ、まあでも、あ、日向に行くと暑いんだけど、まあでもお昼に比べるとだいぶマシになったので、もう少し気軽に散歩できるかなと思います。で、ここは高山駅前ですけど、ちっちゃいんですけどすごい綺麗で神秘化ですよね。この何噴水っていうのかな、もう綺麗だよね。
なんかですね、この歴史的な地区と駅の間を歩いてるんですけど、めっちゃおしゃれなお店が多いなって印象です。あ、またあった。例えばこことかなんかもね。はい、こんな感じですけど、あ、目の前にも一個あったし、なんか本当にすごい、なんかすごい、あの、多分自分の住民に愛されてるという感じがする街ですね、ここは。すごく思います。例えばですね、このお店はね、朝も夕方も見かけてすごい気になって、あの、なんか買いたかったんですけど、ほら、椅子も素敵ですよね。もう雰囲気が素敵すぎてね、あとピーチのフローズンとかなんかがね、あるようなので買いたかったんですけど、やはりね、時間がどうしても足りずで買わなかったんですが、ちょっとまた次回の課題にしようと思います。はい、こちらは高山市の景色ですが、すごく住民に愛されてるっていう感じがすごくしますよね。本当に素敵で可愛くて、今橋の上にいるんですけど、やっこだね。結構ここ最高に癒される感じの景色ですね。ほら、こんな綺麗。なんかね、この場所だったら川床とかできてもいいんじゃないかなって思うぐらいですね。多分いい感じに、ね、なると思うんですけど、ここで川床作らないかな。まあ作らないか。はい、失礼しました。変なこと考えちゃって。ちなみに反対側は眩しいね。目は開けられないんですけど、そしてカメラも見えないんですが、まあ、こんな感じです。あ、目開けられた。あ、見えるね。で、あと時間は20分ぐらいですかね。そしてここで少しですね、不思議な場所に来てしまいました。お店の中にお店があって、ちょっと隠されているね、小さい路地みたいなところがあってですね、で、なんともう誰もいませんでしたので、ちょっと散策しようと思ってね、こちらに入ってみました。はい、ここはお店で、で、なんかね、いろんな美味しそうなドリンクがあったりとか、ちょっと買いたいんですけど、買いに行くと時間が足りなくなっちゃうので控えます。で、ここが中庭で、ここが、そう、私はすごく感動しました。なかなか素敵ですよね。入りたかった、時間があればね。本当に素敵なお庭。すごい秘密の場所みたい。誰もいなくて、あの、大きな通りからすぐだけど、お店の中の声って、今歩いたのがね、お店の人がね。出ようか、バチバチ。はい、今から高山駅のバスターミナルに戻ろうと思いますが、やはり戻る前にどうしても買っておきたいものがあります。そのためにですね、まあ、時間を5分ほどちょっと取っておきました。それだけ買えばね、多分バスには間に合うと思うのでね。はい、今その場所まで歩いてます。そして何度も言いますが、やはりこの街並み可愛いですよね。
私の買いたいものはこの中にあります。何でしょう。はい、それではこっからは帰り道になります。肉寿司買いました。握りですね。買ったのですが食べる時間がありませんでした。こんな感じでした。もう見た目だけでもね、美味しいって伝わると思うんですが、飛騨牛のもので食べたのがね、3つありましたが、これが一番絶品で一番美味しかったです。はい、今日の動画はここまでになります。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次の旅でもお会いしましょう。バイバーイ。